皆さん、こんにちは。しょうまにです。今回紹介するトミカはこちら。トミカナンバー96番自衛隊高機動車です。こちら、初回特別仕様になります。デスケールは70分の1で、アクションとき3日サスペンションのみとなっています。 それでは開封していきますじゃじゃーんあとは入ってないですねおっトミカニュースが入ってました では、本体を見ていきましょう。じゃんじゃんじゃんじゃーんおおすごい細かく作られていますねでは全体を見ていきますまず左側面前右側面 後ろ真上真下ですねメイドインベトナムベトナム製になりますここには英語が書かれていますねでスケールは70分の1でナンバーは96番ですねで2018年製のトミカになりますでトミトミカという文字も書かれていますね ここもしっかり忠実に再現されていますね。で、サスペンションあります。では、詳しく見ていきましょう。 中を覗いてみます。ちゃんと、ヘルメットと、あと、そうですね。しっかり人も乗ってますね。手もあります。で、運転手ですかね。運転手は、ハンドルをしっかり握っていますね。 後ろの部分ですね、座席の部分には軍隊がちゃんと座っていますね。 で、前ですね。ウィンカー部分はしっかり色分けされています。 で、後ろですね。ブレーキランプの部分は赤で着色されていますね。 で、アクションとキミックはサスペンションのみとなっています。で、走りはこんな感じです。 というわけで、今回はトミカナンバー96番自衛隊高機動車初回特設仕様の紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは失礼します。さよなら。